ますぜ、おくにさん。始めましょっか。台本通り一言一句必ずお願いね。はい。は、これからランがお題を発表するわ。一回失敗で即失格よ。だそうです。まずは優しさで勝負。かわいそうな金貞様を優しく助けてあげてね、とのことです。はい。少将に呼ばれて来てみれば。僕ども夜でないわ。そんなにギラつかんと、はんなり行きましょいな。すみません、やっぱり私は間違いです。この大きな体で魔性なんて恥ずかしい。ナオトレ様、まだ諦めてはなりません。皆を試して魔性の座を勝ち取りましょう。いや、戦国一の妖怪の座でも狙ってるのかしら。戦国一の妖怪の座なんて私には無理です。なんてあなたが戦いますか。
ままじゃ危ねえぜ。インドクレアス、ほな石垣倒してしもて。ごめんやす。女の勘、見事だ。インドクレアス、
ス。敵に回して失敗だったかしら。マイナス。奥にさん、相変わらず強いし綺麗だな。強いし綺麗だな。おめでとう。よくやったわね。でもこれで終わりと思ったら大間違い。魔性に張り合う唯一の敵、それは美少年。このラン様に勝ってこそ戦国一の魔性で。私も戦わなくてはならないのですね。勝利条件変更。開門。マイナス。あれは勝者への賞品のようですね。もう終わりじゃダメなんでしょうか。という強さよ。相変わらず強いし綺麗だな。死の覚悟なくば立花の相手は務まらぬ。愛する人のためなら戦います。
国さん、相変わらず強いし綺麗だな。頂上に勝負いたせ。さあ、上がってこい。魔性の美女はあなたに決定です。おおきに、ほな買ったお祝いにかいらしい蘭丸様をもろていにましょ。